今回の作戦はこの後予定されている作戦のための陽動として行われる。だがこの作戦も重要な任務であり、決しておろそかにはできない。本作戦はサイフェルトと我が国を結ぶルート208を我が軍が占拠するために行われる。この作戦の最大の目的は敵国へ通ずる輸送路を確保することにある。なぜなら輸送路を確保できれば前線を拡大することが容易になるからである。そのために今回の作戦ではウラル盆地への橋頭保を確立することを主眼に置いている。現在守備隊が前線を持ちこたえているので、合流して最新情報を入手せよ。以上。本作戦は敵の守備隊の掃討、そして輸送路の確保が主な目的である。敵は強力な砲台を設置して守備を固めている。この砲台を破壊すれば作戦成功とみなされる。砲台は6基確認されており、周りを守備隊が固めているものと考えられる。確実に破壊し敵勢力を削げ。敵兵力について報告します。敵は守備に専念しているため、長距離攻撃を得意とした部隊が多数を占めると考えられます。特に砲台には注意が必要でしょう。ゆえにそれに対応した装備をこちらもすることが求められます。小隊編成を始めてください。部隊編成を開始してください。作戦計画の立案を行い、通常効果を行います。進入方向を選択してください。作戦計画の立案、通常効果を行います。進入方向を選択してください。作戦計画の立案を行います。各部隊のシステムメニューを開きます。セーブします。これより作戦を開始する。準備はいいか？作戦ポイントに。効果ポイントに到着した。これより作戦を開始する。敵に発見された。
敵機発見。敵機発見。作戦ポイントに到着。これより作戦エリア内に侵入する。効果ポイントに到着しました。敵に捕捉されました。機体損傷。敵ユニット発見。残弾吸ってる。敵ユニット発見。敵ユニット発見。敵ユニット発見。ゼロ。何をしてるの、ソイに。あれ、ジャムったか。弾切れ。
敵機発見。弾弾数ゼロ。敵機発見。敵機発見。高架地点に到着しました。車両部隊の投下を始めます。弾弾ゼロ。敵ユニットを発見しました。こちらプルト。はい、こちらキャロルです。支援攻撃ですね。こちらプルト。いつもありがとうございます。こちらプルト。こちらエレンです。支援攻撃了解いたしました。直ちに開始。こちらソイニエル。モモです。支援攻撃ですね。了解しました。直ちに攻撃を開始します。
こちらプルト。はい、こちらキャロルです。支援攻撃。こちらプルト。いつもありがとうございます。こちらプルト。こちらエレンです。支援攻撃了解いたしました。ただこちらプルト。モモです。支援攻撃ですね。了解しました。直ちに攻撃を開始します。敵ユニット確認。こちらエリクソン。はい、こちらキャロルです。支援攻撃ですね。了解しました。こちらエリクソン。いつもありがとうございます。こちらエリクソン。こちらエレンです。支援攻撃了解いたしました。こちらエリクソン。モモです。支援攻撃ですね。了解しました。直ちに攻撃を開始します。敵機発見。
発見。最近に敵がいるわ。残弾ゼロ。弾切れです。あんなところに残弾ゼロ。敵に捕捉されました。パッシブセンサーに反応。敵ユニット発撃機発見。残弾数ゼロ。残弾ゼロ。敵ユニット発見。敵機発見。残弾数ゼロ。あら、弾切れ。誰か持っていないかしら。残弾数ゼロ。敵機発見。こちらアプルトン。はい、こちらキャロルです。支援攻撃ですね。こちらアプルトン。いつもありがとうございます。こちらアプルトン。こちらエレンです。支援攻撃了解いたしました。こちらアプルトン。モモです。支援攻撃ですね。了解しました。直ちに攻撃を開始します。Thank you.
残弾ゼロ。よし、この間このエリアより撤退する。各自退却せよ。敵ユニット発見。こちらエリクソン。はい、こちらキャロルです。支援攻撃ですね。こちらエリクソン。こちらエレンです。支援攻撃了解いたします。こちらエリクソン。いつもありがとうございます。こちらエリクソン。モモです。支援攻撃ですね。了解しました。直ちに攻撃を開始します。
任務完了した。帰還する。任務完了しました。これより帰投。任務完了。任務完了した。これより帰投する。任務完了です。これより帰投します。任務完了した。これより帰投する。任務完了です。これより帰投します。任務完了しました。任務完了しました。これより帰投します。皆さんご苦労様。任務完了しました。これより。任務完了です。任務完了。帰投します。死ぬかと思いました。任務完了しました。これより帰還します。